ですね、海がようやく今日風が止まってくれました。泣いてきたんでですね、久々船を動かしたら白煙がすごかったです。船の白煙壊れたんかなと思って一時走ってたらだいぶ白煙収まりました。今日もいつも通りライトジギングをやっていきたいと思います。ポイントは横島の裏の魚礁を進めてみたいと思います。まあ釣れなかったら平戸の方まで行きましょうかね。小魚っぽい反応はずっと出てるんですけどね、ジグには食いついてこないですね。あ、小魚じゃないかな。まあこんな感じの反応は出てるんですけど、ジグに食いついてこないけん、サビキで、アジかイワシ、アジを釣って、イワシはタコおらんと思うけん、それでは泳がせしたいと思います。これを使ってサビキしましょうかな。ちょっとサビてるけど、まあちょっと道具使っていきましょう。消費していきましょう。味はおる、あせた、あせた、味はおることあるです。味を移して飲むならんけど、まあ、あ、いや、あのあれ用の餌として味もきっちり行きましょうかね。うわ、味っすよね。青味っすかね。なんか黄色味じゃないような気がします。すごい、今味を釣り寄ったら味に食いついてきた。でかいのが落とし込みでもいけそうですね。味の落とし込みで、あら、これは切られてる。味を上げてたらでかいのが味に来た。なんだろう、落とし込みというか、そこから上げてくる味に食いついてきた感じが。でも味はすぐ来る。これで気負る時にでかいのが来た。去年見つけた青味ポイントは今年も健在でしたね。青味がおりますね。多分青味と思うけど、帰ってきたというか、おったのか。船に運よくこれが乗ってたんで、ちょっとすぐ落とし込みの仕掛けに交換して、これでちょっと落とし込みやってみたいと思います。味の落とし込みですね。味はかかりよる。なんか食った。泳がせて。いや、もう食う。泳がせじゃないか、あれで。おー、やりよる。なんやろ、泳がせっていうか落とし込みで結構叩くね。よいしょ、ようやく食ったね。落とし込みしてみるもんやね。もうでかい、でかくはない。やずかな。ブリの子供けん、やずかなんかでしょうね。やず、ポンポン。よし。はい、どうもです。お疲れさんです。落とし込み終わりました。味の落とし込みはなんかよく
餌が外れるような印象がありましたね。やっぱカタクチイワシの方が落とし込みとしていいんでしょうかね。つくのは結構すぐついてたんですけど、結構外れてまた下に落としたらすぐついてって感じでしたね。じゃあちょっとあんまり釣れてないですけど、今日の釣果行ってみます。